やばいやばい、今日寝坊しちゃいまして、6時18分です。3月15日水曜日、6時18分でございます。寝坊しちゃって今シャワー浴びてる間に上がっちゃった、上がってこねえなと思ってて、でシャワー間に合うかなと思ってシャワー浴びてたら、ああ上がってきちゃいました。すいません、西君の勝ちだなこれ。いやー、昨日も疲れ溜まっちゃってて、一昨日も目まぐるしく忙しくてね、あのゲームのこともやんなきゃなんないし、家のことも頼まれるし、家のことはもうほっぽいといてゲームやりましょうって中野師匠に言われたら、そんなこともできなくて、やっぱりその全部の紙もらいに行ってる間に家のことパパパパって買うものも頼まれるともやって、で全部のこと間に合わないからってそこで終わりにしてから、また家のこともやって、それで YouTube も1時間遅れてやって、で昨日も遅れちゃって、今日は体がもう全身が筋肉痛というかだるいというか、もうマッサージ行かなくちゃダメですね。今日はマッサージ行こうと思います。お金かかっちゃうけどしょうがない。もういい試合したいんでね、絶対今度はね、苦い思いしたくないっすよ。しょっぱい試合もしたくないし、やっぱりカレーライスのようにね、カレーな蝶のようにいます。前に蜂のように刺すね。いやいや、刺されたの俺だって。唇ぶっ飛ばされないように頑張ります。あ、マウスピースももう用意しないとね。マスピース忘れたら大変なんで、もうバッグに入れとこう。最後の調整、今日と明後日でもう最後の調整して試合に挑みます。で今日はね、マッサージ今日じゃない方がいいのかな。でも今日疲れてるから今日行った方がいいんだよね。まず今日どっか安いとこ探して行ってこよう。住原は帰らない、疲れ残したままやれないよ。ということで、令和5年3月15日うちの妹の誕生日かな。本日お誕生日の方、全国のお誕生日の方、ラッシンファミリーよりハッピーバースデートゥYou. おめでとうございます。そして昨日ニーニー、何ができたか分かんないけど何もできない。俺が眠っちゃってニーニーが寝れないっていうの、俺が寝ちゃってね。ニーニー可愛い髪型してたね。やっぱり若いね、肌がね、若いね。トラちゃん、今日の朝日も筑波未来市絶好調でございます。今日も駅に行って愛を叫びたいと思います。ここのとこ遅れちゃってたんでね、8時半過ぎたって40分ぐらいになっちゃったりね。もう朝やること多いからな、今日も今からだから。今日は寝坊しちゃいました。5時に起きられませんでした。起きたのが5時50何分ぐらいかな。で、やばいっつって。で、まず柔軟やってね。起きてすぐ柔軟やらないと、一日疲れが残るんで。朝起きてね、皆さん柔軟やるといいですよ。まず首を動かして。夕方の疲れが違うんですね。朝首の柔軟やっとくと。首をぐるぐる回すんですね。起きてすぐですよ。5分以内。これ、ある社長さんから教わったんですけど、自分ももうね、美容室やってるとめちゃくちゃ疲れて、まあ、忙しいんでね。で、夕方になるとめっちゃもう背中とか腰とか凝っちゃって、ゴリ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 もうなんかに押し付けてやってたんですけど、そしたら、僕の一個上の先輩ね、石川くんつってすごい儲けてた人いるんですよ。その方もう、ね、もういなくなっちゃったけど。で、その方がね、あ、秀樹、
朝起きてね、5分以内にやるといいんだよ、教えてくれて、で、やったら本当に違うんですよ、夕方の疲れがね。これはね、本当皆さんやってみてください。目覚めてすぐ、5分以内、できれば3分以内ね。首をね、曲げたり、回したり、その後、柔軟ね。やってみてください。そして私はそこから逆立ちするんですけど、まだ逆立ちしてません。いや、時間ねえと思って、日が昇りそうだったんで、今からシャワー浴びれば間に合うかなと思って、シャワー浴びてたんですけど、間に合いませんでした。ドキッコ楽ちんです。ね。トラちゃん。リリ、リリ、リリちゃん、愛してるよ。本日も楽ちん TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。皆様には感謝しかありません。今日は新年さんに電話してみようと思います。ラクちゃん電話してきてよって言ってくれたんで、もう遠慮しちゃって電話できないんですよね、苦しそうで。その LINE をしたんですけどね、やっぱりね、声聞きたいし、なんかの運命だと思ってますね。同級生だからね、新年さんも鈴子さんも応援してくれてるし、必ず勝つからね、俺も。今日ちょっと休みマッサージ行こう。あーだめだめだ、朝も起きられなくなっちゃったよ。主婦って大変だね。主婦って休みないから、皆さん奥様には感謝してください。良い一日を過ごしてください。アーディオサーミーゴ。